ぶちです。今日は1800アロワナ水槽の設置にやってきました。それでは早速やっていきましょう。ということで本日設置するのはこちらのガレージです。水槽サイズは横幅1800、奥行き600、高さが600、そして水槽台の高さは800、オーバーフロー水槽です。このように2トントラックで水槽、水槽台、ろ過装、そして機器類一式を運搬しました。まずは水槽の据え置きです。今回は幸いにも開けた場所への設置でしたが、運送中どこかにぶつけてしまう可能性もあります。そういう時のことを考えて普段は養生を行ってから運搬することもあります。続いては設置場所の細かい調整です。このようにメジャーを当て壁からどれぐらい離すか、お客様に確認していただきながら正確に設置作業を行います。ちゃんと平行が取れているか歪んでいないかもこの時に確認します。水槽台の据え置きが完了したら次は水平の確認です。このように水平器を当て正確に平行が取れているか確認します。水槽は少しでも平行が取れていないと水面が傾いて見えたり水槽の劣化につながるため慎重に作業を行います。このようにレベル調整板を水槽台の下に滑り込ませて正確に平行が取れるまで何度も繰り返し確認作業を行います。特に今回の設置場所は車を止めるガレージだったため水はけが良くなるために若干傾斜がつけてあり調整にとても苦労しました。そして出来上がりがこんな感じです。隙間を埋めて平行の調整が取れていることが確認できます。続いてウレタンマットを敷きます。ウレタンマットは水槽台の天板の微細な凹凸を抑えたり滑り止めの効果があります。もちろんウレタンマットが滑らないようにこのように両面テープでしっかり固定します。続いてろ過装を水槽台に収めます。このように見てください、柱と柱の間にぴったり収まるように設計しております。ろ過装といえど傷がつかないように最後まで保護フィルムは剥がしません。ここまで設置して初めて保護フィルムを剥がします。そしていよいよ水槽を運び出します。水槽は空の状態で約60キロ、慎重に運び出します。このように3人がかりで運搬してようやく据え置きしましたが、これで完了ではありません。今このように一生懸命やっておりますが、ぴったり水槽台の天板の上に収まるように調整しております。水槽台の天板は水槽の底面の大きさよりも前後左右で5ミリ、つまり1805ミリ、605ミリで設計してあります。天板に水槽がしっかり乗らないと、乗っていないところから歪みや歪みが生じてしまう可能性があるので、ここでもミリ単位の調整が求められます。さてここまででようやく据え置きが終わりました。ここから先は私たちの技術力が問われる作業です。まずはろ過装にろ材を入れていきます。ろ材はもちろん事前に洗浄済みです。ろ過装は大きく作ってあるのでどんどん入れていきましょう。そしていよいよ配管組作業です。接着剤で配管はしっかりと固定します。接着するときは必ずソケット側と塩ビ管両方接着剤を塗るようにしてください。塩ビ管用の接着剤は塩ビ管を少し溶かしますので、まずは分厚いソケット、その次に塩ビ管に接着剤を塗ってください。ここまでできたらいよいよ差し込みです。ちらっと見えますが、事前にペンでどの角度で差し込むかをマークしておくと現場でスムーズに作業ができます。差し込んだ後はこのようにグッと30秒ほど押さえておくとより強力に接着ができるでしょう。この時強く押さえすぎると水槽のソケットにダメージがある可能性があるので、下からグッと押さえるのと一緒に上からもグッと押さえるようにしてください。こんな感じで落ちた水がスムーズにウールボックスに落ちていくことがわかります。接着が完了したらようやく注水です。水が溜まるのを待ちながらマグネットポンプを接続していきましょう。少しややこしいので割愛しますが、こんな感じで接続しました。マグネットポンプの下には必ず防振マットを敷きます。そして塩ビ管を接続し上に伸ばし、エルボーピストルで横に振り、ホースで中継してピストルに接続。ここも必ず接着してください。そしてポンプからピストルに送られた水がこの吐き出し口から出てくる、こういう仕組みです。そして2000ワット分のヒーターのサーモスタットはこのように吊るして、ヒーター本体はポンプ室のソケットの下に収まるように緻密に設計しました。しかしこのようにヒーターのコード類が
ろ過装の蓋に当たってしまいます。なので現場で加工を行います。ギコ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 、ようやく水が溜まりました。ここで初めてフロー管から水漏れがないかなど接着部分の確認を行います。ろ過装にも水が溜まったら早速マグネットポンプを稼働します。接着面や接続面から水漏れがないか、機器類が正常に稼働しているか、そして水圧で負荷がかかっている場所がないか、ポンプのパワーで水面が盛り上がった時に水面がフランジに触れていないかなどを確認します。ここまでやってようやく完成と言えます。それでは設置の様子をタイムラプスでご覧ください。でしょうか。1800アロワナ水槽の設置ダイジェストでお送りしました。いかがでしたでしょうか。日々私たちアクアガーデンはこうやって水槽の設計、それから水槽の設置まで承っております。次はあなたの街にお邪魔するかもしれません。お待ちしております。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画をお楽しみに。